イメラジオです。令和3年も2月となりました。さて、新年度からの生徒さんを募集します。担当科目は英語。私がオンラインで授業いたします。学年は中3から高3まで。授業時間80分ですから、ちょっと中1や中2では持たない。中3から。高3までというのは高卒生を含みます。高校受験、あるいは主に大学受験、この受験生たちへの、まあ高1高2なら受験生じゃないんだけど、大学入試に向けての指導を私が担当いたします。80分授業、それが1月に4回、5週目はお休みになります。あと私との契約となりますから、とっても安い料金でお引き受けすることができます。できるだけ多くの生徒さんに本当の英語の勉強をやってもらいたい。そんな気持ちで今いっぱいです。社会人の方で英語習いたい。例えば英検のために、あるいは TOEFL のために。今回はそのような社会人の方からのニーズは一旦置いといて、新年度近いわけですから、中3生から高3生に向けて彼らからの募集です。もしこの夢ラジオを聞いている高校生で、よし、オンラインの英語やってみよう、そう思う人でも、まずは保護者の方に相談して、そしてその保護者の方から私に連絡するようにお願いします。決して高校生の君が私に直接習いたいんですけど、これはダメです。まずは保護者の方の同意を得てから。あるいは保護者の方で自分のお子さん、ちょっと英語を習わせてみよう、学校の勉強じゃ不安だ、あるいは去年から続くウイルス騒動でどうも英語の力がついていない、そうお思いになられる方、まずはそのお子さんとお話になって、そしてそのお子さんもやってみたいという時に連絡をお願いいたします。決して生徒だけの判断で、あるいは保護者だけの判断ではまずい。どちらもがその気になっていただいて、そしてイメラジオまでご連絡ください。さっきもお話ししたように、実は教育が非常に停滞しています。昨年からのウイルス騒動が原因だし、今後そのウイルス騒動がどうなるかの、その収束の仕方もなかなか見えませんね。だけど教育を停滞させるわけにはいきません。そこで私も今回の生徒募集に踏み切りました。オンライン授業ですから、もう北海道から沖縄まで、あるいは海外に住んでらっしゃる方でも、時差を乗り越えることができるなら、どこでも学ぶことができます。そして、どんな大学でもと言っておきましょうか。どんな大学でも、ただ上級の大学になると、1年2年の準備が必要ですから、2ヶ月でとか3ヶ月でとはちょっとまずいわけですね。というわけで、来年の入試に向けて、今度高3生なら1年間あります。今度高2生なら2年間あります。ですから2年間あれば徹底的な英語の訓練ができます。もうそれこそ綴りをミスしない、単語の意味が覚えられないみたいな、そんなレベルはもうとっくに超えて、あと熟語も、
そして文法も漏れなくできます。高3からだと1年間しかないので、その漏れなくまではいかないかもしれないけれど、そこは高3生としての努力、そして私の伝授。このデジタルの時代、オンラインの時代にあっても、やはり口伝は大事です。直に口伝でしか伝えられないものあるんですね。どうでしょう。本物の英語学んでみませんか。イメラジオでのオンライン英語生徒さんの募集、説明欄に連絡先書いておきます。しっかりと考えて、そしてよしやってみよう。日頃から夢ラジオをお聞きになっていて、この先生なら指導者として頼れそうだ、そう思ってくださるなら、親御さんでも生徒さんでもよくよくお話になって、オンライン授業の扉叩いてみてください。いざやってみれば、本当に時空っていうか、時は超えられないけど、空間を超えての教育ができる、そんな時代になったことのありがたさを痛感されるはずです。たまたま自分が行っている学校の、たまたま割り当てられたその先生、そんな先生に頼る必要はありません。そのたまたま割り当てられた先生が自分と会わなかったらどうするんですか。そうなんですよ。ですからオンラインの教育というのはこれからますます重要になってき、そしてこの夢ラジオでも生徒募集ということで、今回多くの生徒さんの、まあ、あんまり多くなっても私が担当しますのでね、数に限りがあるんですけど、その扉叩いてくれることを望んでいます。夢ラジオ新年度オンライン授業の生徒さん募集、ぜひ検討してみてください。